これから、あれ稲佐山でいいんだっけ夜景で有名な山に登ります。ロープウェイとかケーブルカーとか使うことも考えたんですけど、標高差300で、しかもその登った後宿の方まで下って走っていけるんで、説明難しいな。登っていこうと思いました。自力で登ろうかと。散歩はなかなか豚骨が濃ゆかったな。昔北海道の三島ってとこで食べた、札幌の近くで食べた、長崎から来た人が作ってるちゃんぽんみたいな感じだったな。あ、角は もっと濃かったけど。あと宿に手袋忘れてきたんで、近くの100均で買ってきました。ないよりだいぶマシ。これを左側に下っていくと、さっきの出島か。確かに妙な坂が多いな。長崎駅のところかな。そうか。これは歩行者で行った方が安全かな。あっちの車線行けば行けたけど。
あれ帆船かな、のマストのとこだけがあるのか帆船もあるのか。おお、なんかライトアップされた橋がここに見えます。あれどこの橋なんだろう。橋もあるある。とりあえず写真だけ撮っときます。寒い。これ渡れるのかな。
自転車行けるのか。行けないよな。スロープがない真ん中に。自転車いけないのかまさか。げ。あ？やっぱさっきのところ行かなきゃダメか。でも向こうにウルトまでもう一歩向こうの走っても早かったかもしれない。いけないってことか。荷物がないから担げるんですけど、そうじゃなかったらこの段差数は担ぐのきつい。Ooh.
当たってね。歩行者通行禁止はどこだ？こっち側に立ってるからこれだよな。かな？いや。じゃあないよな。家があるんだから。お、猫通った。
なぜ下る。道がよくわからん。予定だったら合流するか。この道か。おお。稲佐岳登山道路入り口。これは10%超えてる。押さえていっとこう。結構上の方でよく見えるな。そしてあそこにパチンコ屋かな。あの派手さは。
やった。怖いな。まず標高50。あと5倍だ。早速全部がほつれてきた。なんか引っかかった。また猫だ。よっと。
せて、休憩スローというか、150来た、半分来た。山頂はタクシーのみ利用か、一般車両中腹駐車場へ。夕方5時半から夜9時半まで。
ということは9時半過ぎると一般車両がいっぱい来る可能性はあるな。お、200超えた。ちょっと手袋いらないな、こりゃ。あんまり濡れすぎると下りの時に冷たくなる。
お、鹿か、鹿か猿か、鹿かな、あの感じは。これ中腹と山頂のパーキングに分かれるのか。40メーターちょい。二輪車100円ってことは、自転車はあれ入るのか、理屈上入るけど。自転車入ってないな。
いらっしゃいませ。ボタンを押して駐車券をお取りください。お、帰りに払うのか。おお、1,2,3,4,5,6,7,8。これセンサーか。えらい細かく取り付けてある。暗い暗い。左の方にケーブルカーかロープウェイかあるはずなんだけど、よく見えない。
もうちょいか。上まで我慢。あ、上お金かかるのか。有料か、上有料か。中で配信準備。
お、メディアか。いや、バッテリーだ。メディアはこっち入れてきてるよな。これ忘れたら大変なことに。あ、そっか、いや、あと1時間。えらいことになってんな。ホールドしてなかった、危な。あ、あ、うん、稲さでいいのか。い、いなさやまの、さ、や、けいと。
起きてんのかな。あ、行ってる行ってる、ずっと送ってたか。あ、ボエミ死んでる。ニュースに電話でお風呂の時間聞いとこう。すいません、あのユースホステルに泊まっているキッカーというものですけども、あのお風呂って何時まででしたっけ、夜は。あ、11時。ちょっと今いなさいままであの自転車に登ってきてしまったんで、確か10時まででしたよね、門限は。あ、11時半か、わかりました、ありがとうございます。はい、失礼します。やっと取れた。繋がらんな。起きた。遅いな。来た来た。あ、またまた出せない。お待ちください。なんでウェブカメラを認識しないんだこれ。繋がれ。
何売ってんだ。来ない。あ、来た来た。お、繋がった。よし。日光線画質重視。いらっしゃいませ。光った。どうだ。あ、まだ行かないか。転送速度遅い。音声いってますかね。美味しいもの食べられました。何か流れてますか。上り速度が数十だな。ダメか、電波悪いのかここ。なぜ行かない。すでに山頂の建物です。登っています。ダメか。こっちのコメントも流れないな。とりあえず Yes。 まるで真っ暗。そうそう、おかしいよおかしいよ。てかコメント流れないんですけど、こっちからのコメントが。なんでこっちからのがいかない。うわ、すごいのに、こんなにすごいのに。なるほど。すごいなこりゃ。なぜ流れない。 FMLE にしてみるか。こんばんは。そう、逆にこっちの方が行ったりするんじゃないか。カップルだけ。そうかな。転送速度これで上がるか。お、100いった。お、上がった上がった。わけわかんねえ。下がった、上がった。これできましたね。あれ、音声は？音声流れてますかね。あ、下がった下がった上がった上がった下がった。ひどい、これプチプチだな。これプチプチですね。こんばんは。今山頂の建物です。ドフトですね。安定しないな。数十から300までの間を行き来してますね。転送速度が
切れそう、分かりますかね、少しここをぐるぐる登っていきます。屋上まで上がったら少しはマシになるかもしれない。確かにカップルばっかりだな。声がん、マイクが入ってないか、これ入力間違ってるか、これちょっと一旦停止。うわすごいな。いや合ってるよな入力。もう一遍切り替えてスタート。三大新三大夜景でしたっけ。どうだ、あ上がった、下がった、ダメだ、安定しない。とりあえずてっぺんまで行く。あそこもすごいんですよね。イエス、カップルだらけ。あそうか、世界の方が新三大夜景はモナコと香港とこの長崎だっていう話が書いてありました、ポスターに。うん、ああ寒くなってきた。お綺麗ですね。で、あれこういうことか。あ。いや、なんか違うな。逆に触ったな。あ。お？マイクが。おかしいな。刺すと間違えたりはしてないよな。で、こっちにも間違いなく刺さって。こっちが、ボリューム最低になってた。IC レコードのボリュームが変わってた。なんで変わるんだ。IC レコーダー。あ、これでいったかな。こっから先はだいぶ寒いな。寒い。マイクこれでいったと思います。音声を経由している IC レコーダーがボリューム強くなってた。これでいってますよね。流れさえすればいってるはず。流れてない。流れない、流れろよ、もったいない、せっかくの夜景配信が。そもそもいらっしゃいませ。あ、こう風来ないな。流れろよ。いぞうながれろよ。ダメだ。
冷える冷える手が冷える。まだ。ああ、ワンプラスに爽やらかよ。どうけ、あれ今来てた。ウェブカメラの音が入ったかな。なんか振り切れてる。声いってますかね、これで。あ、なぜか運営コメがいかない。あ、いった。ちょっとだけか。まだ我慢して焼き見てないけど、もう見るか。寒い時、登りは大丈夫でしたよ。おお、すごい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 けど映像がいってない。焼け配信で映像がいってないってどうなんだ。どうに、お、なぜバッテリーが切れた。あ、厳しいですね。今のうちに少しだけでも。バッテリーがもうほとんどないので一瞬だけ。どうですかこの夜景。見えてます。ダメか。